演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらドミノピザの月見てりたまベーチキン&ベーコンマヨ、そしてプレミアチーズを食べたいと思います。んー、あとこちらにプレミアムシェイク、ケーキシェイクっていうのもあります。これホイップクリームマシで取ったんですけど、ちょっとデリバリーの途中で溶けちゃったのかな。うん、残念な気もしますが、まあ仕方ないですよね。そういうのは自分もしょっちゅうやっちゃいますし。で、なんかマクドナルドとかだと結構お月見商品が出るんですけど、でそれも食べようかなとも思ったんですが、ちょっと今日天気悪いのと、ちょっとトビのピザを見て、なんかこんなピザあるんだって急に気になったんで買ってみました。はい、照り焼きチキン、こちらがお月見シューですね。ハーフ&ハーフにしてます。まあ、本当はちょっと3枚やってって、あのタピオカピザみたいなやのぎみたいにやってみたかったんですけど、ちょっと最近胃が劣化してきたのか、3枚食べるっていうのがだんだんきつくなってきてね、ちょっと2枚にしてます。まあ、2枚でも十分多いんですけどね。で、こちらはプレミアチーズピザです。これはなんかあのウルトラチーズとはまた違うんですね。なんかね、こういう風にいろんな種類のチーズが全部これに乗ってるみたいです。トッピング倍にしてもらってます。お月見なんですけど、こうして見るとチーズピザもお月様のように見えなくもないかな。でこっちのてりたまチキンとベーコン、まあおしゃべりはこの辺りにして、そろそろいただきましょう。冷めると美味しくないですからね、ピザは。おーっと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 、怖い怖い怖い。ではいただきます。うわ、まろやかな卵サラダがいいな。そしてもう一方は、おお、これもいい。まして、ちょっとチーズピザの方に行きます。チーズたっぷりで真っ黄色ですね。美味しそうです。ではいただきます。こっちはちょっとお月見感が弱いかな。もうちょっと感じたい気がするな。というわけで、で口の中がこってりしてきましたね。ここらでプレミアケーキシェイク飲んでみたいと思います。どんな感じになるんだろうな。チーズの方も本当にいろいろな味が楽しめていい。こういうの本当待ち望んでた。口の中がこってりしてきましたので、こちらサントリーのシロブスパークリング白ぶどう&赤ぶどう、また炭酸にやったのにこんなもん買ってますけどね、を飲んでちょっとさっぱりしたいと思います。いや、できるかな。むしろ悶絶して偉いことになりそうな気もしますが、まあこういう風に変えていくのもいいことですけどね。では飲んでみます。シェイクはケーキとは違うかな。で炭酸は案の定シュワ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 、あー、でもぶどうはいいな。クリーミーベー卵ベー月見卵ベーコンは卵サラダが入っていましたね。あのサンドイッチとかによく入ってるあれ、ちょっと潰したゆで卵にマヨネーズを入ってるあれです。あれが入っていることで、ゆで卵だけではない卵の、あ、ちょっと炭酸がちょっと上から来るので言葉詰まりますが、ご容赦ください。出てきましたので、ちょっと通常の卵ゆで卵だけじゃなくて、ちょっとまろやかな味わいも楽しむことができて美味しかったです。ピザ生地なのでサンドイッチとはまた違った美味しさがありましたね。本当に良かったです。というわけでこちらをテイストさせていただきます。テリチキのテリチキ月見テリチキの方はこっちに比べるとちょっと卵を使った月見感が弱いかな。まあ卵を使ったことと月見何の関係があるんだっていうのもあるんですけど、マクドナルドといい、なんとなく月見って卵を使った商品のイメージがありますね。まあ、自分だけかもしれませんけどね。でその月見の味がちょっと弱いかなっていう気がしましたので、まあテリマヨよりはちょっと下がった。全然マヨチキラーメン、もう舌が曲がってない、ね、あのいっぱいね。で下の ベーコン卵よりはちょっと下がるかなということで、こちらをテストさせていただきます。でこのプレミアムシェイクも美味しくはあったのですが、ちょっとケーキっていうよりはちょっとただ単にスポンジが入っているだけのバニラシェイクといった感じ。もちろんチョコレートもトッピングされてたんですけど、ちょっと食感は楽しいのができましたが、
ケーキというほどでやっぱりないかな、うん、やっぱりケーキは飲むより食べたいですねっていうのが自分の感想ですね。なので悪くはないのですが、もうちょっとスポンジが多かった方がいいかもしれません。でもそれとシェイクじゃなくなるかっていうような、なんかジレンマもかかりそうですけど、これもこちらのテイストとさせていただきます。で、一音っておきますと、このちょっと外伝的な感じになりました。このスパークリングはブドウの風味がしっかりと感じられて、ブドウのが好きな人にはおすすめできますね。これはドミノピザなので簡潔にいかせていただきます。というわけでこちらのテイストさせていただきます。って言いながらブツブツ言ってるし、はい、というわけでピザ、これを浸しドミノのお月見ピザ美味しかったです。そういえばピザというのは最近読んだ本で、なんかネットのネット通販採用でのアマゾンの創設者の方がであるジェフ・ベゾス氏という方が、2枚のピザで全員の食事を賄えない人数で仕事をしてはならないっていう言葉を言っていたらしいんですよね。まあ真偽のことはわからないのですが、それにジェフ氏がアメリカ人である以上、そのピザというのサイズも想像、もしかしたらドミノピザのニューヨーカーみたいな大きなサイズのピザのプランなのかもしれない。これ最大でも8人で1人2切れ食べるみたいな方法みたいですね。まあちょっとした脱落ですが、それぐらい人数で見るのが仕事の上で一番効率がいいとのことです。まあ、それは真偽のほどは定かではありませんが、これをこういうふうにピザを食べてまた仕事頑張りたいと思います。それにこういう言葉もあるということは、あまり多すぎてもダメだということなので、そういうふうな勉強訓にもなりますね。やはり大きな会社の方は言うことは何か重みがあります。はい、それでは炎天かな王になるので今日暑い、一体何が王になるんだ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。お月見の日はまた別の動画やります。では演武終演。